先生とある人連れてきたんですけどまたか誰だ今この画面見てる人なんですけど LINE の通知をめっちゃ貯めてる人です、うん、未読をたくさんしてるってことかそうですああなるほどね、うん、いやわかんねえけどさその個人差とかいろいろあるけどさ、うん、それ何の意味があるのそれうん 貯めて、ね、俺はたくさんいろんな人から来てるんだよとか、まあそもそもね、返せない特性だっていう人もいると思うけどさ、いや、返せって、そんなの、すぐに。別に、仕事とかいろいろあったらしゃーないよ。けどさ、貯めてる自分に惚れてる奴もいるだろ。俺こんだけいろんな人が LINE 来てるんだよ。俺、未読してるんだよ。俺、なかなかすぐ返信返さないんだよって人いるでしょ、どうせね。うん。で、男女でもそういう駆け引き、まあ別にすぐ返せとか言わないけどさ、そんな大きなさ、 書き引いいらないでしょだって LINE のさところにさ2とか3とか10とか20とか書いてあったら嫌じゃんあれ<生>ゼロにしろって何こういう人に結局何言っても未読っていうんですか未読無視して読んだ気になっちゃうんであ、うん、あの結局意味ない,いやだったら既読無視がいいでしょまあまあ未読って何かね、はい、と思うけどねすいませんそういう人の紹介でしたはいお疲れさん失礼しますやべ LINE しで返さないと。 好きな人との LINE っていうのは時間をかけたいものですよな。